どうも皆さんこんにちは。新宿津軽三味線こと教室指導山光山です。本日は民謡歌手の、橋本裕樹先生と津軽鑑人節、弾いてみたいと思います。 Hello everyone, I'm 光山大山。 Today I will play 津軽鑑人節 with the 民謡 singer 裕樹橋本。というのはですね、伊勢音頭という三重県の民謡が原曲だったとも言われております。その昔やはり伊勢神宮に一生に一度は行った方がいいという、ことがありまして、津軽から伊勢まではさすがに遠いので、この歌を聴いて伊勢神宮に行ったつもりになってくださいということからできたとも言われております。鑑人和尚さんの、ね、お参りの歌でございます。昔の後最初からいきなり高音で入りますので、この部分を、なるべく息を吸ってですね、少しこう裏声というかね、ファルセットというんでしょうかね、そこにつなげていただいて、あとはこう語りかけるように歌うといいんじゃないでしょうか。その伊勢音頭とも違いがありますけれども、ぜひぜひね、これも難しいですけれどもチャレンジしていただければと思います。はい、こちらねお囃子が、最後のお囃子を、お囃子の人が言うんじゃなくて、はい、歌の人が言うんですね。そうですね。歌がもうお囃子と一緒に、お囃子もまあ、あったりなかったりするんですが、基本的に歌いながらこうお囃子も語るという曲ではないでしょうかね。共通点がいくつかありますよね。曲中は、お囃子はなしで、最後に、歌尻にお囃子を歌の人が入れるということでよろしいでしょうか。そうですね。はい。はい、そのお囃子ですけれども、まあ、伊勢音頭のお囃子とね、かなり似てるということで、ちょっと伊勢音頭のお囃子を弾いてみたいと思います。はい。やっとこ